でもインバウンドは OK にしたのよ、うん、中国 は、ね、インバウンド団体 OK にしたんですか、つまり、うん、日本に来るんだよ中国、うん、大量に、うん、食わそうよ、そう飲まそうよ、まあ、食うでしょうしね、うん、ほんで食うよ、山ほど寿司食うでしょうしね、でこれ福島さんだよって言おうよ、だからそれ本当に空港で9月からもう団体観光客来ますけど、9月であの数値なんかもちゃんともうバンバンもう動画で流して、出入国審査の時に入国条件でホタテ食えと、条件ホタテ10個会話多いでホタテ、いやいやそれで十分紹介いけるから、もうでこれ美味しい美味しいと映像を撮って、ビザをホタテのマークにします、何の効果もありません、ホタテを見つけるっていう、そう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 、いやそれはいいわ、いや当然食べさせて、日本に来たら海産物を食べてくれと、どうぞどうぞと、もう無料でもうどんどん食べてくださいって、こっち側で映像を撮って撮って、ね、俺もガンガンネットやらなんかでみんな美味しい、それしようそれしよう、とにかくもう日本に入ってきた時にはもうまずホタテがこれやられちゃってるから、ホタテが一番今、そう中国香港のそのこっち側の輸出で輸出は1位だからね。